u b ブレイク、本名・ジェームズ・ヒューバート・ブレイク、アメリカ合衆国の作曲家、作詞家、ラグタイム、ジャズ、ポップスのピアニスト。1921年、長年の相方ノーブル、シッスすると組ブロードウェイミュージカル、シャッフル・ア・ロングを書き、世界初の黒人によるミュージカル作品となった。バンダ・ナ・デイズ、チャールストン・ラグ、ラブ・ウィル・ファインド、A ・ウェイ、EN。N Memories of You, En, I'm Just Wild About Harry などがヒット。1978年開幕のミュージカル ,UBE, は彼の作品をまとめたものである。元奴隷、ジョン・サムナー・ブレイクとエミリー、エマ・ジョンストンの子供として1887年、ボルチモアに生誕。8人兄弟だったが、兄弟姉妹は皆幼少期に死んだ。 1894年家族で引っ越し、ボルチモア校で公安労働者として週に9ドル稼いだ。I, a m just wild about Harry の表紙。ミュージカル、シャッフルアロングより、失するとブレイク、1921、4歳で音楽を始める。母と買い物に行った時に楽器店に迷い込み、オルガンで遊んでいて母に見つかり、 天使から賞賛を受けたブレーク家は75ドルでハーモニウムを購入した。7歳、近所のメソジスト教会のオルガン奏者、マーガレット・マーシャルにレッスンを受ける。15歳、親に隠れて、アギー、シェルトンの売春宿でピアノを弾く。1907年、20歳の時に、ボクシングの世界王者、ジョーガンズは、自身の運営するゴンス、ゴールドフィールドホテルのピアニストとして、彼を雇用し、 ブレイクのヒットのきっかけとなった。ブレイクによると、初めてメロディーを作ったのは、チャールストンラグで12歳の時だった。出版は1915年。1912年、後にキャッスルウォークというダンス形態を発明して一世を風靡することになる、キャッスル夫妻のボードビルの伴奏バンド、ジェームズ・リース・ヨーロッパ S、ソサイティー・オーケストラで演奏、ラグタイムをやった。 1919年に戦争が終わると、ノーブル、シッスすると、デュオ・ディクシー・デュオを結成。自分たちの曲を満載した、レビュー、シャッフル・ア・ロングの初演を1921年に行い、ヒットした。EN、I Am Just Wild About Harry や Love Will Find、A、A.W.A. などが収録されている。1923年、リード・フォレストの開発したこのフィルム3つに出演。 映画ノーブルシッセルエウビエブレイクからは、フェックシャネットダン、映画シッセルブレイクシングスナッピーソングズから、サンズオブオールドブラックジョート、マイスワニーホーム、映画エウビエブレイクプレイズヒズファンタジーオンスワニー、リバーから、ファンタジーオンスワニーリバーがヒット。これらのフィルムは、議会図書館に保存されている。ブレイクは、ワーナーの短編映画 EN、パイ、パイブラックバードにも、シッスルや、 ニコラス・ブラザース、ニナメー・マッキニーラと出演した。1910年結婚。1895年頃の小学生時代の同級生に出会い、ニュージャージー州アトランティックシティに引っ越した。1938年妻が結核で58歳で死去。一人っきりになるのがどんなもんか全く知らなかったよ。アビスは結核だったから時間の問題だったとブレイクは発言。 1945年再婚。相手はダンサーでビジネスウーマンで1982年にブレイクが死ぬまでマネージャーを務めた。1946年、キャリアが加工船をたどるとニューヨーク大学に入り2年半で卒業。1950年代にラグタイムがリバイバルするとラグタイム奏者、音楽師や教育者として活躍した。20世紀。 フォックスレコードとコロンビアレコードと契約、世界中の有名大学で講演し、ジャズやラグのフェスティバルにゲストとして多数出演した。ジョニー・カーソンのテレビ番組ザ・トゥナイト・ショーによく出演した。レナード・バーンスタインなどの指揮者の番組にも出演した。1981年に当時の大統領は、ロナルド・レーガンより大統領自由勲章を受訓。 1979年、グレゴリー・ハインズとテレビ番組、サタデー・ナイト・ライブに出演。10歳から85年間タバコを吸っていたので、禁煙運動への反証として、ブレークを使った政治家もいた。1983年に、ブルックリンで死去。誕生日会があった5日後だった。ブルックリンのサイプレス・ヒルズ・セメダリーに埋葬された。との言葉が残っている。 ありがとうございます。